最近の調子では西崎の方が上向きですね。そうですね、はい、野茂は、まあ、その気分の入れ替えみたいなのは早いんでしょうね。早いですよね、やっぱりピッチャーも、まあ、野手もそうなんですけど、はい、反省しながらもう次のことを考えてくる方のピッチャーですけど、はい、ちょっと立ち上がりフォークが多いかなって感じしますね。フォークが多い、ストレートセンター浅いところでした。まあ、それは同じあの近鉄側にも言えることですけど、そうですね、先行した後ストライクファールで白井も 2-3 まで行きましたから、はい、割とじっくりボールは見ようという感じなんでしょうかね。そうでしょうね、やっぱり、あのボールが多いピッチャーですから、いい球だけ打とうってたには、今大きくこう揺さぶってきてますよね、今度はまた内へ寄りました。今よりもうちょっとボール気味を投げるか、もうここで外へ落としていくかだと思うんですよね。真ん中より構えて落としてきましたが、バン、もう一回落としてバットは、ここ 1-2 年ね、あのハウスイングにはかなり厳しくなってきましたからね、それほどこだわったところは見せませんでした。野茂結局田中幸を抑えませんでしたか。どうですかね、あそこから帰ってくれたらそこまで考えますかね。自分が打たれたことの反省じゃないですかね。で、まあ、あの前半左ピッチャーが続きましたからね、打席がね、みたいな感じでからかい合ってもらったんですけどね、まあ、普段でもなんか仲良さそうらしいんですけど、バットが折れたような鈍い音、ショートの前、あのボール自体はあのいつもの時よりはそんなに僕はあの今日は速くないと思いますね、はいはい、ただあの両投手とも見えるのはなんかコントロール注意して投げてるっていうような気がするんですよね、それは調子が良くてそういう風にしてるのかね、はい、あんまり体のキレだとか痛みだとか引っかかるようなものがあって、だから余計こういうことを注意して丁寧にっていうのが結構いい方に出たりすることあります。ファーストランナースタート、ボールがピッチャーから見れば、やっぱりあの力入っちゃいますからね、その分あの後半への差につながりますよね、まあ、ピッチャー自体ストレート